一君 TV ご覧の皆様いらっしゃいませ、伊藤一郎です。本日はですね、最近、まあ皆さんご存知かもしれないですけど、雑誌の付録、特に女性誌とかだと、これが付録みたいなね、驚きの企画がもうてんこ盛りだと思うんですけど、男性が購読できるような雑誌の付録も最近熱くなってると、それを僕が今日ちょっとリポートしていきたいと思います。よろしく。ということでですね、こちらゲットナビさんですね。はい、これは家電とかいわゆるガジェット系に特化した感じですかね。はい、家電&デジタルベストバイ、情報量多いですね、やっぱね。ということで、このゲットナビさんに今回入ってるのが、特別付録、耳が痛くなりにくいイヤホン。もうここに写真出てると思うんですけど、これコントローラー、上げ下げとかコントローラーとかも入ってて、いやちょっと興味あるでしょ、どんぐらいのもんなのか。本当かな、いいイヤホンお墨付きって書いてある。シリコン製、耳が痛くなりにくいイヤホン。イヤホンはね、もうかなり普及しましたよね、ここ数年で。飛ばして聞いてる方は結構多いと思うんですけど、僕はどっちかっていうとこういう有線のやつの方がね好きかな。はい、充電しなくていいしね。梱包されてますね。あ、すげえ、一応説明書も入ってて、携帯用のポーチも入ってる、なんか布製の、あ、すごい、耳痛くならなさそう、柔らかそうですね。あ、しなやかですね、しなやかですよ。いわゆる市販品だとここにいかついパーツがあってみたいな感じなんですけど、これは本当のシンプルですね。ちょっと装着してみますか。あ、なんかすごい装着感を感じない、軽いからか、このシリコンの素材がものすごいね、こう耳に圧迫感を感じないですね。この方がいいか。やっぱ僕もほら、一応ミュージシャンなんでイヤモニターとかするじゃないですか。あれはものすごいね、ガチガチなんですよ。空気とかが入りにくくなってるような、で痛いんですけど、あ、一応このプラグもね、このメッキが頑丈なやつになってるみたいですね。軽いね。一応コントローラーもついてるみたい。なんかちょっとつないでみようかな。じゃあ、お、じゃあね、一応アンケートに答えてますけど、はい、送信。おお、あ、いい感じっすよ。はい、どれどれ、うんうん、ミュート、あ、聞こえる、ミュート、ちゃんと聞いてますね。スムーズスムーズ。あー、レベルコントロールもバッチリですね。いい、このシリコン、耳が痛くなりにくいイヤホン、はい、偽りないです。これ雑誌のお値段おいくらですかね。あ、1000円いかないんだ。おー、いいね。次はですね、モノマックスさん、こちらは今回カバン文房具大賞。おお、こういうのね、男の人好きなんですよね。まあ検索すれば調べられると思うんですけど、チョイスしてさらに絞った内容がここに凝縮されてると。ああ、はい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 、かなりの情報量ですよこれ。そして、ナノユニバースバッグがついてる、
なんだそれ、え、これがついてるんですね。じゃあマジで A4 バッグ、ちょっとちゃんとね、みんなこう特集と関連性のあるものでね攻めてきてくれて嬉しいですね。早速これ付録すごくないですか。皆さんこうやってパッキングもなんかちゃんとしてますね。これは開けたいよね、速攻でね。ふっよっ、開けんの下手くそ。じゃじゃん、おー、あ、こうやって、あ、こうやってパッキングされてんだ。これ付録か、すごくないですか。全然なんか付録感がないっていうのは、そのちゃんとしっかりした作りの、これ付録なの。本当だ、ちゃんと1,2,3 層ぐらいになってますね。A4 だからギリギリちっちゃい PC とか、あとパッドとか、あとそうだ、充電器とか入れても全然まだ入りますね。このね、なんか色の感じも飽きのこないいいチョイスになってると思いますけど、これ素材とかも付録にありがちなチープさがない。すげえな、しっかりしてる、すごい。これも1000円いってないよね。はい、まだまだ続きますが、お次はビーパルさんなんですけど、これコールマンさんのこが前面に来てますね。こちらはナチュラリストの生活術、アウトドアとかね、そういう特集ですね。はい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 、こちらも850円、これコールマンあったかブランケット、なんかリラックスして読めそうですね。いいな、アウトドア、アウトドアね、そのテレビで見ちゃうわアウトドアをそれアウトドアと全くかけ離れてるじゃんみたいなね。あ、ほら、こういった冊子も、こちらはそのグッズとか、あ、男の人がね興味ありそうなもんがたくさん来てるね。そしてこれはコールマンさん、あったかブランケットね。って言って、でもほら雑誌の付録だから、例えばアウトドアでね、こうハードに使うとすぐダメになっちゃうんじゃないかとか僕とか思っちゃうんですけど、ちょっと待って、どうだ、ふっ、あ、いいんじゃないですかこれあ、いいっすよ、いいっすよ、この食感、あ、いいっすよ、いいっすよ、しなやか、あ、大きさもね汎用性ありそうですね。いいよこれ、肌触りグーです ね、ランタンとかね。そろそろ焼けたかなみたいな。これね、ちょうど椅子とかにもねフィットしやすそうですね。こうでもいいしね。すごい想像よりしっかりしたもんがこういう感じね。こういう感じね。あ、すいません、いつもの感じで切ってくださいみたいな。ねえ、なんか車の中にも置いてあったらいいですよね。これ汎用性があって、あれ、これが850円の雑誌の付録とは驚きです。はい、次はダイムさんですね。こちらも1000円いかないですね。
あまた情報量がね整理されてますね。いろいろね税率とかも変わったところでね、どれがいいかね、ちょっとこれを吟味しながら楽しんでいただいて、そして付録コンパクト USB 加湿器、強力なミストですぐに潤う、ね、青いパッケージがねいいですね。よし、どうだ、あーなんかおしゃれ家具にありそうなこの形状というかデザインですよ。これブルーに白でダイブ入ってます。開けてみよう。あーなんか新品だね、当たり前だけど新品のオイニーがするね。あー本当コンパクトですね。これだったらちっちゃいデスクとかでお仕事、まあ作業したりする人でもなんか使えそうですね。お水はどこに入れるんだろう。なるほど、これはこのくぼみに直接入れるみたいですね。あ、ポチャンか。ここにこうやってバルミューダみたいにビャーって入れるのか。こうしたところにこうやってフロートっていうか浮かせるみたいです。ちょっとやってみましょうか。浮くかな。あ、浮きますね。乾燥してきたな。ちょっと、あ、こんなに早く出るの？嘘。すごく速攻性ありますよこれ。だってさ、いやちょっとカラカラしてきたな喉がなつって、よし、みたいな。こんなに早く、どれどれ、あ、うん、湿気ティーです。これやっぱりほら加湿器っていろんなタイプがあるじゃないですか、そのハイブリッドとか。これはでもここで熱して出てるってことなのかな。でもこういう煙で分かるのってなんか実感ありますよね。湿気らしてくれてるんだね部屋をみたいな。これはもうこの季節だったらいい付録ですよね。はい、ダイムさん付録でした。やっぱりほらどの雑誌もやっぱりその特化したものに関連性のある付録がついててすごいね、いいなと思いました。皆さんもねこれから本屋さんとか、まあ、コンビニとかでもいいので付録をどんなのがあるか毎月チェックしてみてください。またね。はい、これいわゆる、まあ、コンサートグッズですね。バッテリーちょっと僕が欲しかったのでリクエストして作ったんですけど、なんか色のマッチングが良くないですかこれ。入ってるかな。ほう、いい、こう見ておっていうのはいいですね。付録としては結構これグーですよね。皆さんグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。